っと入ってるよ、うん、セッティングだけするからちょっと待って、いるものあるよ、お茶とか何でもいいよ、あ大丈夫、何もいらない、うん、任せてよ。ルナさんはどつ、ケンカさんおはよう、ガブリエさんおはよう、オランダウマユさんおはよう、配信用の肉さんおはよう、タダシンガに似てる。ちょっと今ね寝起きなんでね、今和道さんはタバコを買いに行きました。タバコ行ってる間のちょっとタバコを買いに行って、あ、なんか言ってる。ワンワンが会いたがってた？あ、じゃあワンワンに会いに行こう、今度。さんがタバコを買って買いに行ってる間のお留守番役です。ちょっと待っててくださいね。15分ぐらいで和道さん帰ってくると思います。皆さんおはようございます。今日はなんか閲覧が多いみたいですね。あーさん、あ、おはようございます。ミヤディラブさんおはようございます。
高辻さんおはようございます。和道さんとの出会いですか。最初私がリスナーだったんですけど、オフ会があってそのオフ会で知り合ってから、仲良くなってそれから付き合うようになりました。ドドスコスコスコ、なんだっけ、ラブ注入。あ、ギャリーラブさんハートありがとうございます。サンマちゃんはどっちが告ったの。どっちが告ったのとかかな。なんとなくなんとなく付き合ってましたね。いつの間にか。さんまちゃんはどつ、今和道さんはタバコ買いに行ってるのでちょっとだけお留守番してます。初エッチ、初エッチはいつぐらいかな。出会って3ヶ月ぐらいですかね、多分。焼きそば買いに行かせてはどうひでえってそう、焼きそば買いに、昨日焼きそばの材料を買いに行きました。台風の中。さんまちゃんはサムネもさんまちゃんなんですね。あ、のりこさん頑張ってください。ミアリーラブさんありがとう。和田さんすぐ帰ってくると思うんでね、もうちょっとお待ちください。ダルタニャンさんおはようございます。和道と結婚しないのですか。そうですね、ちょっと先のことはわからないですね。スハツさんおはようございます。そう、新宿駅でちょっとツバちゃんにいたずらしました。
二人でいればなんとかなるかな。多分コンビニまで行ったんで、もうちょっと15分ぐらいかかると思います。和道との赤ちゃん楽しみだな。ちょっと自分が赤ちゃんできない体質なんで、ちょっとできないと思います。あ、肌汚いです。ちょっとね、すっぺんしとかね、予算が嫌いな理由は何ですか？予算？なんかアフリカの頃になんか予算のうちにネズミがいっぱいいて、それをなんかネズミの捕獲器みたいのに入れてて、でその捕獲器の中で餌と水をやらないで、最終的にはなんかネズミが餓死したりとかして、あとなんかネズミの共食い配信みたいなのをやってたりして、それでちょっと予算が嫌いになっちゃいました。お仕事は今してないです。何もしてないです。そう、ネズミの共食い配信が怖かったんですよ。でそれからちょっとあんまり予算の配信は見なくなっちゃいました。それまではアフリカで見たりとかなんかしてたんですけど、ニコ生とかで、ちょっとなんかそれでちょっと嫌になっちゃいました。あ、ワドさん帰ってきました。車に乗ったホストにワドおかえりなさい。今仕事終わりなんだろうね。じゃあ帰ります。ありがとう、のんちゃん。はい、助かったよ。置いといていいよ、あそこに引っ掛けて。ありがとう、のんちゃん。皆さんありがとうございました。ありがとうね。 Thank you。 バイバイつって。はい、ただいま。何の話だよそれは。ちょっとトラウマになるって。何、何、何の話？ネズミの話。ネズミ？あー、予算嫌いな理由か。はいはいはい。のんちゃん助かったね。はい、おはよう、みんな。おはようございます。どうも。
和道の性癖について語ってたの。うん、アイテムありがとうね。メアリーラブありがとう。何俺の性癖なんだっつったの。なん悪口言ってた。のんちゃん。言ってない？なんかムシムシするね今日ね。この部屋あれだな、湿っぽいな。ちょっとムシムシする。換気しようかな。ハートありがとう。お疲れ。ハートありがとう。今日のトレーニング楽しみな。今日何時からって言ってたっけ。昼間にヒカルくんと合流するんだよね。本当に話してるルナダメよ本当。そういうそういうそんなこと言ってたルナ、うん、やめて。ちょっと性癖暴露はやめて、
今日の予定はね、日高さんの、ジムでボクシングを教わりに行く。昼間に歌舞伎町で光くんと待ち合わせをして、でそのまま歩いて光くんと散歩しながらっていう感じだね。でそのまま日高さんのところ行きますね。今日は今日はまあまあこっから先はもう捨て頃捨て頃になると思う。トレーニングして雑談してっていう。で捨て頃が終わったら段間塾が始まるから、そっからもう段間塾収録とかそんな感じかな。まあ今月いっぱい忙しいよ。捨て頃の2日後収録だから、収録っていうか生放送だね。今日はね、ドレスさん主催じゃなくて日高さんの主催というか、日高さんのジムでお世話になるっていう感じ。直接日高さんのジムで教わりに行くって感じだね。まあまあ格闘技好きな人は楽しい放送になるかなと思ってる。一応多分ヒカルくんの枠で回すんじゃないかな。わかんないけど、誰の枠で回すとかないけど、一番集客力あるところで回した方がいいんじゃないかってことになると思うから、多分ヒカルくん枠になると思うよ、俺の予想で。俺は多分録画班だと思う。まあヒカルくんの枠知ってるでしょ、みんな登録してるでしょ。まあその後多分飯でも食いに行くんじゃないかな、日高さんの予定が合えば。ちゃんとしたコーチングを受けに行くっていう感じかな。ゲストでお迎えして1時間、1時間しか毎回ほら教えてもらってないじゃん。今回2時間ぐらいやるって言ってたよ。結構長丁場で面白くなるんじゃないかな。捨て頃ももうね、10日後とかだからお時間ないよ。ワールドカップと同じぐらい？ワールドカップ始まるんだっけ？もうすぐ。うん。俺サッカー全然疎いからさ。ワールドカップ、ケイスケ・ホンダは選ばれたの結局。てかケイスケ・ホンダってもう年齢的にあれか、選ばれないか。30過ぎてるもんね。今回の日本代表どうなってんのかとか全然わかんねえわ。選ばれてんのかな？ではケイスケ・ホンダが強いのかどうなのかも俺はよく分かってないが、ネットで叩かれてる人っていう印象だ。球体さんいらっしゃい。はいっす。ケイスケ・ホンダは実際どうなの？世界的なプレイヤーなの？うまい選手なんだ。おスピードが速いとかじゃなくてうまいんだ。監督が変わったんだ。へえ。ほう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 。まあでも盛り上がるでしょ、ケイスケ・ホンダがいた方が。必要なキャラクターだと俺は思ってるけど。っていうかね、ネットで叩かれるとかメディアで叩かれる人って影響力ある人だから、結局なんか勘に触るんだろうね、今の日本人の。生意気っていう風に見られちゃうんだろうけど、生意気じゃないと世界取れないよ。歯に大きなんだ
すげえ微妙じゃない？もっと上だと思うよ。歯に起きて長くて、なんかいろんなところにいる。ねえ、地味だけど、ハニー大木さんってもう何年プレイヤー長いよね。また微妙。もっとスターでしょ。ハニー大木ではなくない？そうなんだ。うん。劇内なの？え、なに？ケイスケ本田いらないの？いらねえよって感じなんだ。こんなもん、余計なもんぶっこんでくんじゃねえよって感じなんだ。俺はユイガさんだと思うね。俺ケイスケ本田はユイガはわかる。うん、わかるわかる。ああ、そうなんだ。オワコンなんだケイスケ本田って。あ、まあサッカー好きな人がそう言うんだったらそうなのかな。あ、じゃあみんなは萎えてるんだ、サッカーファンは。いらねえこいつみたいな。おお、4年前がピーク。ほう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 。今微妙な、まあサッカー寿命早いからな。要はレジェンド枠っていうか、キングカズみたいなもんか。ちょっと前の、要は叱咤激励役というか、ポンプ役みたいな感じか。あとマスコミ役っていうか、なんとなく見えてきたわ。そんな感じなんだね。今いくつ？もうじゃあ30後半？中盤？まあまあ、選手、現役の選手としてはもう無理だよな。ああ、年齢的に確かにね。それはあるよね。ビッグマウスが似合う年齢って若い時だからね。確かに。もう落ち着いてくれって感じなのか、みんなは。もうそのキャラいらないっていうかね。まあ、それが面白いんじゃん。チャレンジャーなんでしょ、あの人は。多分。なるほどね。ああ、まあ、キャラクターじゃなくて実力の世界だからな、あの世界は。でもまあ、キャラ立ちしてるのも大事だと思うけどな。俺好きだよ、本田選手。あ、まだ31、俺より年下なのかよ。ケイスケ本田って年下なんだ。知らなかったわ。怖っ。あ、そういう年齢なんだ俺って。年上だと完全に思ってたわ。まあ31なんだ。三浦カズ、そうそう、キングカズ。お財布ちょうど味が出てきたな。いい感じだな。カードの跡がついちゃってるね。がっつりカードの跡がついてる。いい感じにくたってきたな。5000円にしてはいい財布だよな、これ。結構いい買い物したわ、5000円の財布。結構嫌な顔してるんだ。勝敗予想アンケートか、そういうことか。はいはい、原田さんが直接コメントしてるわけじゃないのか。要はリスナーさんはどっちだと思うっていう枠なんだね。まあありがたいじゃん、ネタにしてもらって。俺ら名前出してもらってなんぼの世界だから、俺嬉しいよ、原田さんにそういう風に捨て頃の勝敗予想とかやってもらって。じゃんじゃんやってもらいたい、いろんな人に。
鮫島さんと連絡つかねえの困るな。セゴロ最強。セゴロね、勝ちたいな。負けたらね、ダメだよね。すげえ勝ちて。勝ったら官軍、負ければ賊軍って本当らしいよ。なんか勝ったことある人に聞いたんだけど、もう負けた方の気持ちわかんの。ボロクソに言われるし、なんかもう本当にファンも離れるし、格闘技はジムでも顔が潰す、なんとかもう叩かれるしって。でも勝ったらもうどんな人に、街歩いててもジム行ってもヒーローなんだって。鮫島さんツイッターに一応もう連絡したわ。うん、もうさすがに間に合わんよ。煉獄ぐらいマスター。あ、好きだね喧嘩商売。煉獄は蹴り込みだから、うん、でもラッシュの回転は良かったと思うよ。正直10連打打ててたから、要はラッシュでずっとやろうとするのが俺は良くないと思ってんのね。スタミナ配分が悪いと思ってて。でもこの前ね、ドレさんのやつ見てみたら、あれはあのデンプシーロールじゃないけれども、なんて言えばいいのかな、嫌だと思うよやられたら。ラッシュかまされたら今後ハートブレイクショットだね。この前日高さんがやってたね、ドレさんに。で実際聞いたって言ってた、ハートブレイクショットは一瞬時が止まるってやつね。超高等技術。この回転良くない？この一番最初のこれ、いくよいくよ、1234567891011。これまあこのテンポで打ててんのいいと思うんだよね。ラッシュで使おうと思ってて、これは1234567891011発だね、うん、ああ存在するよ今後は。123123456789010、うん、だからこれを多用しすぎなんだよね序盤から。それでスタミナへばっちゃうんだよ。いや相手はねあれだよ、体重ドレさんと同じ、身長もドレさんより高いから、ドレさんはすごいいいスパーリング相手なんだよ。実際この身長差だから、実際この身長差で戦うっていう感じだから、まあ、回転はいいかなと思ってんだよねこの辺の。まあこれはずっと続くわけないから、これ出しすぎなのね。要はなんつうんだろう、相手がグラッと来た時とかにこれをよくやるじゃん。だから これは力入りすぎ、いや毛負いすぎってやつなんだけど、もっとこういう風に力抜いて、ドレさんみたいにジャブつついてっていう立ち上がり、ほら無駄打ちが多いでしょ。だからもう技術じゃなくて根性で潰しにいってるスタイルだから、これはスタミナ減るよな。これはあんまり良くない戦法としては。初めの一歩のスタイル、そうそうそう、ルナが言ってるけど、一歩が使うのはタイソンのスタイルで、こう構えて、俺はここまで上げるように今改良してんだけど、こうやってやってこう、うん、毛負いすぎって読まないのこれ、気負いすぎって読むの、毛負いじゃないの、うん、毛負いだと思ってたんだけど気負いなの。毛負いだと思ってたけど毛じゃないの、毛負い、毛負い、
気負いなの、これ気負いなんだ。うん、アレメさんいらっしゃい。まあだから3連打、3連打っていう3連打だから相手に攻撃させるのが怖いから、そのもっと冷静に避けるとかさ、スタミナ配分考えないとダメだよね。毛深いおっさんに勝ったことあんだ、すごいね。もっとその避け幅もこうキュッキュッて細かくね。ちょっと筋肉痛がひどいな。まさにファイトスタイリングスタイルだ。走り込んでるよ、うん、クレアチニンさんいらっしゃい。走ってるよ、うん、鮫島さん晩中なんだ。とはね、 LINE 既読つかないから、業務連絡の何時集合とか物販どうするかとか連絡はつかなくて困ってんだよな。どうすりゃいいんだろう、困ったんだよな。なんか鮫島さんが便所さんに電話したのっていつぐらいの話なんだろう。んー、なんかそれは聞いたんだけど、最近の話なのかな。ちょっとね、連絡つかなくて、ロハコさんと鮫島さんと連絡つかないのは結構困ってるかな。どうしたらいいんだろう。つい最近なんだ。うん。あ、なるほどなるほど。OK、ありがとう、ルシー。なんで選手本人に電話してくんないんだろう。俺、もしかしたら LINE ブロックされてるかもしれないんだよね。メッセージも電話もかけまくってんだけど。参ったな。マスクって、あの、風邪のマスクでしょ。覆面ってこと？マスクって覆面って意味なのかな？A1 なの知らなかったんだよな。A 版らしいよ、ツイキャスが。
ふわっち A 版なの？え？ふわっちじゃないでしょ。わかんない全然。最近見ないから。鮫島さん昔から決めてることがあって、バンになったら必ずどこのサイト、他のサイトでも配信やらないの？必ず自粛するっていうルールがあって、鮫島さんの中に。ちょっとわかんねえな、俺もどうしたらいいか。そうだ、リュックサックが洗濯したいんだ俺。リュックがベタベタなの、バラさないといけないんだよな。リュックもう1年間ぐらいですね。2人連絡つかないのちょっと不安だね。どうしたらいいんだろう。ちょっとリュックサック洗濯するやつちょっと検索しながら見てみよう。もうだいぶベトベトですよ。リュックサックばらそう。ドクロは知らん。ああ、鮫島さんのこと？ロハコさんは意識不明なのかどうかもわかんないんだよね。何にもわかんねえんだよ。なんかあんのか？なんでこんな二人ともなんだろう。このリュックも一回洗おう。ベッドベトすぎる。心配だよな、アロハコさん。結構ね、複雑な構造なんだよ。ポケットがいっぱいあるんだよね、あのバックパッカー用だから。洗わないと臭くなる。で、これをこうやってやってどうすんだ。ペットボトルだ。よいしょ。うわ、ベッドベト。うわ、最悪。歯ブラシ捨てよ。あ、これ大丈夫だ。よかった。
何これ、うわ、あ、ベッドベト最悪最悪、ベッドベトじゃん、雨なんだこれ、うわ、ベッドベト最悪、洗剤につけておけばいい、あ、ベッドベト雨だ。で、ね、この中のバッグのこの中のね、ここにね、プレートが入ってるのを抜くって書いてあるんだよね。プレート、背中のプレート。これを抜くんだな。どうやって抜くんだ？プレートを抜く。これだ。すごい構造だよね。リュックサックにプレートが入ってんのね。これをベリベリ剥がして、こうだ。で、これ取れんのかな。取れねえ。あれ取れないな。どうやって抜くんだ。これマジックテープか。こういうことか。これが抜けた。これ背中支えるプレートだね。すごいな、こんな構造になってんだ。マジックテープがあって、これを抜いた。で、へえ、ここにも、あ、ここに隠しポケットある、知らなかった。マジか。あ、これポケットじゃねえや。あー、こういう構造なんだ。はい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 。あー、なるほどなるほどなるほど。で、こいつはこれでいいか。で、ここにも何も入ってないと。洗濯の表示っていうか、洗濯は定期的にするもんだって書いてあって、汗染み込むしさ、臭いのよ正直。あの、洗濯しないとやばいかも。洗濯の表示とかあんのかな、どうなんだろうね。洗いたいっちゃ洗いたいね。もう、あ、ここにもポケットあんだ。ポケットがもう20個ぐらいあるからさ。ここにも何も入ってないよな。洗濯の表示ってどこに書いてあるんだろう。何も入ってない。 OK、 多分何も入ってないんだ。もう洗濯の表示見た方がいいかな。これだ、鉄の部分があった。で、これはこれは一回外した方がいいのかな。ちょっとサイト見るわ。サイト見よう。リュック、これ同じメーカーなんだけど、リュックを分解する、お湯に洗剤入れてジャブジャブ手洗い、水で干す、分解したパーツを戻す、うん、ん、これも取れるの、これも取れるって書いてある。取れんのかこれ。俺のは分解されなさそうだけどな。分解できるっぽいね、腰ベルトが。どうやってやんだ。まあ、洗
らえないっつうことはねえよな絶対に。これ外れんのかな腰ベルト。構造がすごいね複雑な構造。裏返しにして、はいはいセフィーいらっしゃい。裏返しにする。あこれ一体型だ。一体型だね。ジムに行ってんの今。行ってらっしゃい。えていうか働いてんだ。ニートじゃなかったっけ今働いてんのセフィー。ニートじゃないんだ今。これ外して。あれくっついてんな。一体型だこれはクッション。これこっちは一体型なんだ。俺の方安いやつだからな。ちょっとこれ洗剤つけてきていい？お風呂場行って洗剤にぶち込んでくるわ。つけ置き洗いでいいでしょ。働かなきゃ課金できんだろう。めちゃくちゃかっこいいこと言うね。ね、俺のために働いてんの。イケメンかよ。いや、俺花火セフィーから一回もらったことないから。
嘘。鮫島さんから連絡来た。ういっすー。1時間ぐらいつけ置きしておけばいいでしょ。鮫島さんから連絡来た。よいしょ。あ、本当だ。もし、あ、もしもし、おはようございます、和道です。どうした？あ、おはよう、どうしたの？あ、あの、セコロの物販のこととか、あの、打ち合わせのことで、あの、ご連絡したくて。はいはいはい。鮫島さん、ちょっと待って、ロハコさんって入院してんの今？いや、それが連絡取れなくて、もうなんか、わかんないんだ。わかんないんですよ。全然ですね。で、結構つながりある人とかにも聞いてもわかんないって言って。わかんないんだ。はい。まあまあいいよ。何物販が？僕物販ブース用意したんですけど、鮫島さんも物販出すかなと思って。まあ出すっていうか、まあ別に、はい、まあサメラのうちわとかバッジは配ってもいいんだけどね、ただで。あ、マジ？あ、全然販売していいんじゃないですか。あの、いやでもね、販売するってなると、はい、あんまね、めんどくさいんだよね。あ、なるほどなるほど、うん、ブースに置き、別にあん、ブースに置いて、まあ、まあって、まあ持って行っていいっていうか、まあそこに、まあ何日の何時に行けばいい？ですね、当日、いや、それを送ったんすよ。なんで LINE？ いや、見てないもん。見てないもんっつって。見ないもん。土曜日23日なんですよ。はい、23、予定あんだよな。23、ごめん、ちょっとね。ちょっと。いや、ちょっと抜けらんねえな、23な。兄さん。と。サメ島、はいはい、抜けらんないって頼みますよ。ごめんごめん、ついうっかりしてて。どうするんですか、マジで。なしだったら僕替え探さないといけないんですけど。いや、まあそうね、まあね、そうね、まあそうね、23か22にはできないの。なんとか、じゃあ便所さんに言ってみます。22にしてくれ。22だったらまあ、はい、いや、まあいけなくもないかな。まあ半日ぐらいなら。ずぼ、だからいい加減にしてくださいよ。23ちょっと無理だな。いい加減にしてくださいよ、はい、もう本当に。はい、すいません。じゃあ物販用意しときますね。あの、鮫島さんのコーナー。まあ適当にやるよ。了解です。あの、俺は指示に従わない人間だから。ベンちゃんもそれ分かってんでしょ。分かってます。はい。で、配信とかはしないけど、はい、会場で。はい。それはしないけど、まあ、はい、適当にやりますよ。はい。で、入り時間14時になってるので。はい、14時か。ちょっともう。14時っていうことは午後の2時ってことでしょ。そうです。いやー、それはちょっと、ちょっと鮫島さんね、みんなチケット買った人、鮫、はい、さんに会うの楽しみにしてるし。なんで俺別にセコンドじゃん。俺別に会うの楽しみにしてるよって言われても、俺別にすごいだらけてやるよ。いや、まあまあ、全然だらけてもいいんですけど、俺別に何もやることないんだから。いや、ない。だから和道、はい、ただ俺セコンドとしてお前に言う、はい、石握れ。いやいや、反則じゃないですか。いいんだよ、勝てば。いいんだよ、勝てば。いや、やり方相手を、だ、膝壊す相手の。ずっと、ボクシングルールだから。ボクシングルール。膝を壊す。だ、そしたらお前を、レギュラーに加えちゃってもいいし。何のレギュラーっすか？全然。だから、あの、これからね、お前を、そういう風に育ててやってもいいけど。なるほど。だから、相手のクォーターバックの膝壊せよ。クォーターバックの膝壊せ。膝壊せいいんだ。それ、あの、日体大なんで、それ。日体大です。日体大なんで。はい、鮫島大学です。鮫島大学、恐ろしいですね、はい、了解です。あの、もう膝壊せ、もういいよ、殺せ、もう逆に。いや、もうナイフとか使っていいんじゃない？ダメです、ダメです。今、ナタ流行ってるよね。ナタ流行ってますね、はい。ナタとかじゃいいんじゃない、ナタで。ダメですよ、あの、警察沙汰になっちゃうんで。了解です、あの、いや、俺が捕まるわけじゃねえもん。物販のことと時間のことを伝えたかったんですよ、はい、僕は。ブース、なんか23日の14時です。4時14時です。14時？はい。4時？ 14 時です。14時？ 14 時です。周りくどいな。いや、周りくどくないっす。うん、2時です。23時。じゃあ、迎え来て。え？え？だって距離全然違うじゃないですか。いや、だのんちゃん来んでしょ？え？のんちゃん行きますけど、電車で行きますよ、多分今回。あ、電車で行くの？はい。なんか車、なんか最近使ってないんですよ、全く。取り上げられたくさいっすね。あ、使ってないんだ。はい。取り上げられちゃったの？はい。親に？はい、多分。ああ、まあ、そっか。うん。あ、電車乗れんの？のんちゃん。のんちゃん、電車で行くんでしょ？捨てほろ。
あ、車ね、鮫島さんが迎えに来てって言ってるけど、ふざけんなよ、バカじゃねえの、なんで俺が迎え行かなきゃいけないんだよ。え、違う違う、鮫島さんのことを迎えに行くってことっすよ。ああ、そういうことね、はい、ね、鮫島、横浜寄れる、のんちゃん当日だるいそうです、ね、もしね、いや、もしね、はい、いいよ、だから迎えに来なくてもいいけど、行かない場合あるよ、はい、そしたらやだその可能性は多いんだよ、まあ、85% ぐらいで行かないから雨とかさ、めちゃめちゃ高額じゃないですか。横浜だよ、だってうち。まあまあ確かに、いや、雨降ったらね、行ったってなっちゃうよ。いやいや、勘弁してくださいよ、みんな楽しみにしてるんで。だって別に俺試合選手じゃないし、別に俺ね、薬金とか払わないでいいんだし。わかりますよ、わかりますよ。じゃあロアコさんは来ないんでしょ、だからセコンドは。もう多分難しいっすね。だよね、連絡取れないってことはね。はい、生きてんの、それもわかんないっす。どうしたらいいんだろう。まあ、死んでもいいよ、人間だからね、あの人は。いや、そんなことないでしょ、言い過ぎでしょ。いや、いいよ、死んでも別に。あ、あれどうすか、誰も悲しまない。あの、うん、ロハコさん来れないじゃないですか、はい、うん、代わりに柏木に来てもらって、ロハコさんの遺影を持ってもらうっていうのどうすかね。あー、いや、あんま面白くないよねあんま面白くないですね、うん、荒れるっていうか、正直そういう死をね、ネタにするっていうのはそうですね、うん、どうかなって思うよ。今死んでもいい人間で、ロアゴさんの死をネタにしちゃって、別に誰も悲しまないし怒らないと思う、まあ、であのね、ホモ野郎でも、はい、あんま俺はいい気しないかな。まあそうですね、柏木はちょっとね、はい、でもイケメンになったよな、あいつな。ですよね、なんか顔変わって、ま、整形しましたよ ね、まあ見てないけど、はい、まああいつな、だってロアゴさんに誤解しゃぶられてんだもん、それ変わるわないからな生き様変わるわ、人生観変わるよ。ですよね。だ、まあ迎えに来てくれなかったら多分、まあ、ガチャだよね、ガチャ、ガチャ来るか来ないかガチャみたいな多分行かないと思う、ま、マジっすか。ねえ、ほらだってね、暑かったら暑かったで行かないでやん、いや嫌だなってなるし。暑いっすよ、ね、雨だったら雨で嫌じゃん。雨は降りますよ、その加減だよねあ、うん、いい感じで曇っていい感じで涼しかったら、はい、でも千葉でしょ。千葉じゃないですよ、あれ、あ、まあ千葉寄りですね、あそこなんで、あの、うん、正直って話になっちゃうじゃん、うん、正直送り迎え送迎がないと、うん、いや、でも気まぐれだから。のんちゃんさ、送迎ダメ。まあの全然なんか嫌そうっすねいやでも行かない場合がでかいよ。いや、来てくださいよ。正直バックレようかなって思ってるのにもう勘弁してください。正直な話。いや、もう勘弁してください。勘弁してください。本当頼みますよ。本当に行かなきゃダメなの？本当です。別に試合出ないじゃん。試合出ないけど、セコンドが誰もいなかった。俺がやることじゃタオル投げるぐらいじゃん。いや、応援したりとか、お前、気合い。それだけのために俺行かなきゃいけないの？そうっす。おかしな話だよ、それ。聞いてない、俺は。頼みますよ。俺は聞いてないよ、完全に。いやー。ギャランティーも発生しね。確かに。確かに。こんなもん、交通で自分で払って、はい、何昼飯代自分で出して。はい。なんでどこのマゾだよ。どうせ負ける試合を見に行くんだろ。なんでセコンドが負ける、どうせ負けるとか言うんですか。負けるよ、負ける、お前は。いやいや、それを勝たせるのが。お前は、ね、何が悪い。お前は技術はいいと思う。はい。もうこの間やった時に、はい。なかなかいい感じだった。ありがとうございます。俺にはできない動きをしてた、はい、ただお前は弱いんだよ、はい、メンタルが、心がすよね、いけないんだよ。だから相手を、だから鮫島さんにこう、かっ、こうセコンドでこうなんか、俺が行かないっていう手もある。いや、だからそれ余計負けるでしょだって補給とか椅子とか出すの誰もいい、それはずるいよ、保険かけんのやめろよ。いや、来てください、本当頼みますよ。いや、だから、いや、それは無理だってなんで無理に変わってんすか。え、さっき10、いや、無理だってじゃないか、難しいっていや、もうこっちだって予定があるんだからさ。わかります、わかります、わ、うん、かるでしょ。はい、まあもう、はい、ゲームやりたいしさ。ゲームっすかゲーム、はい、何やってんすか今。暑いし、ゲーム教えるわけないじゃん、そんなのなんで教えなきゃいけないの。当たりきついな、本当にわかりました。いや、だから迎えに来てくれればね、ワンチャン。まあ行くしかないじゃん。まあまあまあ、まあ、確かに。もう来られたらいいよ。もう家さバレてるんだし。確かに。もうクラクションとか鳴らされたら近所に迷惑だし。確かに。あ、もう出るしかないじゃん、家から。もうそれは積んだよ、俺は、その時点。はい、来なかったら、はい、もう最悪電車間違えたとか言っちゃう。あー、うん。まあまあ、当日その場のノリで、じゃあ分かりました。うん、だから、まあ、僕はのんちゃんに期待しないで。分かりました。うん、期待しないでおきます期待しないで、はい、期待されるの一番嫌いだ。来たらラッキーみたいな、来たら当たりだみたいな。来たらまあ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 、まあ、多分行かないと思う。マジっすか。うん、あの、うん、自分の中で答えは出した
もう自分の中ではもう、うん、もう答えは出しちゃった、はい、かな、まあ、迎えに来たら別よ。わかりました。ちょっと僕はのんちゃんにお願いします、当日、はい、そうね、枠開きながらドライブで。それがいいと思う。はい、それが一番いいと思う、多分ですよね。多分俺もしかしたら家にいないかもしれない、ね、もう最悪そういうね、カフェとか行ってね、ちょっと飛んでるかもわかんないけどね。最低、本当に。了解です、わかりました。そういうもんよ、はい、まあとりあえず、はい、あ、そう、じゃあ露白は消息不明なんだ。ちょっと心配ですね、ちょっと本当にわかんないです。なんか心臓だったんでしょ、なんか心臓で救急搬送されたっていうのはなんかツイートで見たけど、僕もそのツイートだけで、しかもそのツイートも、あ、もう全然なんだ。全然なんですよ、うん、え、何、家にいないの？それもわかんないです。ただ家にポンちゃんが病院に行ったとか、うん、家行ったって言っても、はいはいはい、ポンちゃんがね、うん、両方ともいないって言ってるんですよ。病院にいないの？はい、の言ってたね、ポンちゃん捕まったってこと？あの人、僕ワンチャンそれあると思ってるんですよ、うん、捕まってる可能性あるよね。ありますよね。いや、あるよ、あいつは、はい、あいつは捕まる可能性あるよ。てか捕まる可能性しかないよ。何気に、あいつは死なねえよ。人間前科7班ぐらいですよね、うん、すごいもんね、あいつの前科、はい、意外とあるんですよ、うん、はい、意外とエリートだもん。でしかも病院だって、か、行きつけの病院は分かるわけじゃん。そうなんですよ。そこにいないってことはないわけじゃん。ですよね。もし入院してたら、もうよっぽどのことだったら、まあね、あの搬送とかされてるかも分かんないけど、うん、いや、捕まったか死んだか、うん、二択の状態っすね、うん、はい、でも何、もう全く LINE とかも出ないの？出ないっす。メール送っても出ないです。携帯番号は？携帯番号わかんないですけど、 LINE は絶対出るんで、ロハコさんは、うん、はい、ってことは携帯持ってないってことだよね、出ないってことは。いやいや、僕、いやいや、携帯電話も番号知らないです、ロハコさんの。じゃあ、じゃあ LINE は出ないってことは携帯持ってないってことだね。あ、そっかそっか、そうですね、既読ついてないですね。だからパクられた可能性結構ありますよ。パクられてんじゃねえの、はい、あいつ、はい、あいつパクられてんじゃねえの。結構ありえますね、うん、最低だな、あいつな。いや、まだわかんないですよ、パクられたかどうか。何してるかわかんねえからな、あいつな、裏で何してるかわかんねえ、毛の抜けたゴジラみたいなさまあ、わかりました、はい、はい、じゃあまあ、はい、じゃあまあ、迎えに来てくれたら幸いです。了解です、わかりました。それがまあ、途中まで行くよ、はい、じゃあ、そしたら横浜とかですよね。どの辺ですか？まあ、下飯田。下飯田って最寄り駅じゃなかったでしたっけ？もうまあ、最寄り駅それ行く、まあ、だから、まあ、そうね、横浜。いや、下飯田まで行くんだったら普通に迎えに行きますよ、家まで。いや、悪いよね、それは、はい、それは悪いね。はい、まあ、だからそれはまた前日とかに。あ、そうですね、前日また電話するので、ね、はい、ね、よろしくお願いします。まあ、のりこには悪いと思うけども。いやいやいや、俺行かねえからな、おめえが来ねえと。いや、分かってます、それは。正直めんどくせんね。はい、だるいっすよね。だって俺別にさ、試合に出るわけでもないなんでこんなもん受け負っちゃったんだろうなって今すごい後悔のね。いや、可愛い後輩のために一肌脱いでくださいよ。いや、可愛くはないもん。可愛くないですか？うん、使い捨てみたいなもん、ね、ひでえな。いや、可愛くねえじゃんお前、一切さ、まあまあ、まあ確かに全然、はい、あんだお前、はい、すいません何言うの、可愛いだよお前、寄り目じゃねえかお前、ただそれだから、ただ寄り目じゃねえ。もうそれ広めんのやめてくださいよ、もうリスナーが全員寄り目寄り目とか。だって寄り目じゃん、気になるじゃん。いや、気になる。俺ほら目を見て話すから、人のお前目合わないんだもん。はい、いや、もうおかしいじゃん。もうそうですね、目合わないですね、確かに。合わないでしょ。合わないです。なんなら人をバカにしてるよ。なんなら片目だけ両方の目線あったりしますからね。そうそう、うん、何こいつどこ見てんだろういや、見てますよ普通に。気持ち悪いよな、本当に。見え方は普通ですよ。見え方は普通なのそうです。ちょっと若干寄ってんじゃないの。二人に見えたりダブったりしないですよ。でもね、ほらあれでしょ、うん、はい、やっぱ若干視野は狭いでしょ。ああ、それは言われますね、ボクシングやってても。あれ、今の見えてないの。だからね、お前はね、まあ、もう本当試合のこと言うけど、はい、メンタルが弱すぎる。はいはいはい。もうお前な、負けたら、はい、もう後がないぐらいの気持ちでいかなきゃダメよ。はい、わかりました。負けたっていいやじゃねえんだよ。もちろん。試合に出れたからいいやじゃねえんだよ。何のために試合するか、はい、勝つためだろ、相手を殺すためだろ。そうですね、はい。だろ、相手を殺しに行かなきゃダメだよ。了解です。じゃなかったら自分が殺されると思うよ。はい、わかりました。そんで俺が言った日にさ、お前負けたらお前俺がボッコボコにするからね。まあ、それも想定の範囲内です。恥ずかしい。試合が可愛く見えるぐらいの本当にすごいよ。あれですよね。焼きごてとか持ってくから。焼きごて。焼きごて。焼きごてとか。ああ、指と指を指と指をハンダ付けとかっすよ。ああ、もうじゃあもうそういうレベルじゃ済まない。マジっすか。もう喋れなくなる。はい。
まあだからとりあえず、はい、まあそんな感じかな。はい、了解です。まあ、まあ期待はしないでください。迎えに行くと思います多分。はい、はい、迎えに来てください。はい、はい、でじゃあ、はい、すいません、お疲れ様です。はいはいはい、はい、失礼します。あ、よかった連絡ついた。ただ来ないかもしれないって。はい、ただいま。超良かった連絡、ブロックはされてなかったな。なんか閲覧多くね。なんだろう、140人。あ、ドレさん終わりか。みんなおはよう。アドレスはやってんだ、うん、じゃあ枠またぎかな、うん、じゃあまあ閲覧落ちてドレさんに戻るよ多分。狐枠に戻るか。コメントないもんね。じゃあ一旦